皆さん、こんにちは。沖縄シンガーの元祖として活躍した歌手の仲宗根美希さんが24日、肺がんのため都内の病院で死去した。79歳だった29日、日本歌手協会が発表した27日に通夜、28日に告別式を家族葬として執り行った。お別れの会については検討中だという。仲宗根さんは1944年6月23日、東京と生まれ、61年に日本テレビ、東京物語に出演し、同番組の挿入歌、愛に生きる、で歌手デビュー。2枚目のシングル、川は流れる、が、100万枚を超える大ヒットとなり、第3回日本レコード大賞、新人激励賞を受賞。同曲で翌年の第13回 NHK 紅白歌合戦に初出場した。両親が沖縄出身で島育ちをはじめ、アマ・ミコイシや、エイラブ・ユリの花、アサトやユンタなどの島歌、沖縄ソングをヒットさせ、沖縄シンガーの元祖としての地位を確立させた。71年に結婚のために芸能界を引退、実業家としても活躍し、自らが経営する東京・銀座のクラブのママとしても有名だった。22年頃から肺機種を罹患し、在宅で療養。今月20日に肺疾患発作で病院に緊急搬送され、24日に亡くなった。そのマリは、え？この頃電話もしていなかったから、元気かなって思っていました。何しろ東洋音楽学校の同級生ですからね。少女時代から一緒に歩いてきた仲間です。と10回。学校時代にミキちゃんの方が先にデビューして、川は流れるで大ヒット。その後すぐに私は、鍛冶屋のルンバっていう歌でデビューしたんだけれど、その人気のさったらすごくって、ある日、豊島公会堂だったと思うんですが、番組の公開録音で一緒になったの、客席からミキちゃんにパカリ花束が来てね。私はまだ売れてないから一つも着なくて、そうしたらステージ上でミキちゃんが、私にその花束を一つくれてね。優しい人でしたよ。もっともっと一緒に歌ったり喋ったりして、80代を迎えたかったと思います。ミキちゃんの分まで私頑張るからね。これからも見守っていてくださいね。と誓った。彼女の息子についてまとめてみました。仲宗根美希の子供は3人。長男、次男、長女です。長男は国場和成さんです。彼は1972年生まれ。生きていれば46歳でした。というのも、彼は10年前、すでに病死しています。和成さんは、2008年に肺がんで亡くなっています。体調不良を訴え、気づいた時には手遅れだったそうです。診断を受けた時には、肺がんの末期で余命宣告を受け、2008年35歳の若さでこの世を去りました。35歳で亡くなってしまうなんて早すぎますよね。長男は出版業界で働いていました。長男、和成さんはギャル雑誌、エスコーウェイの編集長をしていた。有名な雑誌を扱っていらして、業界では有名な方だったようです。執筆のプロだった彼は、亡くなるまでブログを書き続けました。和成さんは末期がんの宣告を受けてから、自身のブログで心境を綴っています。ブログに綴られていたのは病気の苦しみや、仲宗根美希やテ・マイラ家族を心配する内容でした。病気になるまでは家族はバラバラだったようです。病気になったことで連絡を、取り合い家族の距離が濃いものになった。元踊り時あまり家族仲が良くなかったようですね。実は仲宗根美希の家庭環境は複雑で、それが影響していたのかもしれません。売れっ子歌手だった仲宗根美希は、1971年に最初の結婚をしています。1971年27歳の頃、司会の男性と結婚、芸能界を引退することになります。1972年に長男和成さんが誕生します。芸能界を一旦辞めて主婦になり、長男も授かります。しかしすぐに離婚、その後司法書士で経営コンサルタントの白橋英二さんと再婚、1977年に次男雄大さんを出産し、翌年には長女、あきさんが誕生。子供は3人なんですが、長男は父親が違ったんですね。しかし、2度目の結婚生活も長くは続きませんでした。いくつかの事業を始めますがうまくいかず、多額の借金を抱えてしまい、1981年に離婚した。こう見てくると、金銭的にも精神的にも不安定な家庭ですね。子供の成長期は、とても多感な時期。
浮き沈みの激しい生活の中で家族の気持ちがバラバラになってしまったのかもしれませんね。母の中曽根美希は現在歌手に復帰し活躍中です。今現在は歌手として復帰されています。銀座でクラブも経営されているそう。銀座のクラブのママと歌手、二足のわらじで頑張っているようです。中曽根美希の息子、次男は国場雄大です。先に書きましたが、彼は2番目の夫の子供で、1977年生まれの41歳です。母である中曽根美希に似てますね。目鼻立ちのくっきりしたイケメンです。次男はいろいろとやらかしてしまっています。中等部から慶応義塾入学するも、高校1年で留年し、4年かけて卒業。大学では結構いるかもしれませんが、病欠以外で高校を留年する人は少ないですよね。大学時代はギャル男に変身、2年間で10回ほどしか通学せず中退。学生ビジネスに失敗し、友人から借金。ギャル男はいいんですが、大学に行かずに借金はいけませんね。その後はバイトや会社員、俳優を経験した後に、25歳の若さで自己破産しているようです。25歳で自己破産。大学の時から始めたビジネスの借金が大きかったと思われます。俳優を経験、そんなに簡単になれるものなのでしょうか。俳優養成所に通い、親のコネで映画出演するも養成所をサボり続け解雇。母親が芸能人だったためつてを頼ったようですね。しかしクビになったら、紹介した母にも迷惑をかけてしまいます。これだけでも十分きついのですが、まだまだ続きます。自己破産後は引きこもり生活を、初めて7年間も引きこもっていました。自堕落な生活をしていた。25歳から32歳まで社会人として大切な時期ですよね。その間何もせずに自宅で悠々と生活していたようです。いわゆるドラ息子というタイプですね。しかし最近は頑張っているようです。32歳でアルバイトとして働き始め、引きこもりを脱出。34歳で国の企業支援を利用してオークション代行と身元整理のサービス会社を立ち上げる。社会復帰後すぐに起業してやる気はあるんです。しかしこの事業は赤字が膨らむ一方で借金は1000万を超えた。ただちょっと空回りしてしまうようです。この会社は現在休眠状態。では彼は今何をしているのでしょうか。次でご紹介します。次男国場雄大は32歳頃からニコ生放送を開始しています。名前は NER と名乗っています。ニコ生放送で会員制のユーザーチャンネルを開設し、その会費で生計を立てている。生計を立てられるほど儲かるんですね。彼の放送には母である中曽根美希も出演するなど、なかなかの人気なんだそうです。人気となった理由は、あまりに自由奔放でクズすぎる経歴がネットユーザーを騒然とさせている。確かに自由奔放ですごい経歴ですよね。しかしそれで人気が出て生活していけるのならば、悪い過去も無駄ではなかったでしょう。余談ですが、長女の秋さんは結婚して子供も生まれ、普通の生活を送っているそうです。中曽根美希の息子についてまとめてみましたが、いかがだったでしょうか。創生した長男が心配していた家族、力を合わせて頑張っていってほしいですね。中曽根美希さん2回結婚と離婚をしているため、全部旦那は2人います。中曽根美希さんの1人目の結婚相手の全部旦那は歯科医師の方です。一般人あるため画像は出ていません。中曽根美希さんと1人目の結婚相手である全部旦那は1971年に結婚しています。結婚を機にタイミングで中曽根美希さんは芸能界を一時引退しており、家庭に入り1972年に長男を出産しています。その後すぐに中曽根美希さんと1人目の結婚相手の全部旦那は離婚しています。中曽根美希さんの2人目の結婚相手の全部旦那は白橋英二さんと言います。一般人あるため画像は出ていません。中曽根美希さんと2人目の全部旦那である白橋英二さんは全部と離婚後すぐに再婚しています。白橋英二さんは実業家であったため、1975年の沖縄国際海洋博覧会に合わせてショッピングセンターを開設します。その後沖縄国際海洋博覧会が不人気であることから、事業が破綻し多額の借金を負うことになります。
中曽根美希さんと白橋英治さんの間には次男と長女が誕生しています。中曽根美希さんの前夫旦那との離婚理由を紹介します。一目の歯科医師との離婚理由はやむなき事情とのことでした。1972年、昭和47年11月23日長男和成を出産、その後地にやむなき事情で離婚。やむなき事情とは一体どんな理由なんでしょうか。気になるところです。二人目の白橋英治さんは事業に失敗して多額な借金が多いことになりました。1975年、昭和50年夫白橋が沖縄国際海洋博覧会に合わせ、地元の政財界の人々の協力を得て海洋博会場入り口にショッピングセンタービッグマートテナント数230店舗を開設したところが、時期がオイルショック直後だったということ、海洋博自体が不人気であったことなどから事業は破綻し多額の借金を負う。その後に次男や長女が生まれていることから夫婦仲に影響はなかった可能性もあります。二人目の白橋英治さんとの離婚時期は1981年に中曽根美希さんが経営していた会社が破綻した後です。1981年、昭和56年1月、三木コーポレーション加盟600店舗が6億5000万円の負債を出して倒産。その後自己破産し夫とは離婚。中曽根美希さんが経営していた三木コーポレーションが6億5000万円の負債を出して自己破産しています。こういった事業破綻などの影響が家庭にも派生したのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。